はい、どうも、おやまいです。さあ、今回はですね、2016年の11月11日にアカウントが、実はこのチャンネルのアカウントが一旦停止いたしました。で、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、そのアカウント停止について少し触れたいということなんですよ。で、もしかしたら今、2016年11月11日のアカウントバンされましたという人も見ていらっしゃるかもしれません。私はどのようにして、まあ、復帰したんですけれども、復帰した過程と、まあ、私の推察ですね、をご紹介したいなと思ってますね。まあ、こちらも今回このフリップじゃないですけれども、スケッチブックをね、用いていきたいと思います。では、11月のアカウント停止、ワイワイの場合ですね。まずどんなことがあったかと言いますと、まあ、11月の11日の朝早朝の部分ですね、ここね、バンが発生しました。でこれ結構な数 の、 あのアカウント停止ね、まあ、バンというアカウント停止があったみたいでですね、まあ、多分おそらくプログラミングされた、まあ、機械的な判断でのバンではないかというふうに言われてたんですけれども、まあ、あのとりあえず私はですね、この発生したことをあんまり知らなかったもんでですね、まあ、リスナー様に教えていただいたんですよね。で自分ではわからないまま、なんでなんだろうというふうに思ってたんです。でとりあえずね、あのアカウントに登録するときにメールを登録するんですけれども、 Google のメールをね、その Google のメールに何か来ているはずであるということで、そのメールを一回確認してみました。そしたらですね、アカウント停止、本来来るはずの、メールが来てなかったんですね。もう全くメールが来てませんでした。でもこのメールって皆さんのコメントであったりとか、まあ、動画を投稿しましたよとか、まあ、そういったことが結構書いてるメールなんですよ。送られてくるメールだから使ってないとか停止してるとかそういったわけではないはずなんですよね。でそのメールが来てない、止まった、アカウントが止まったメールが来てないということで、とりあえずじゃあなんで止まったんだろうと、なんで停止したんだろうということで、私は一回自分のチャンネルページをもう一回見直してみました。するとですね、YouTube の、まあ、この自分のページなんですけれども、その上の部分にですね、このように書いてます。スパム、誤解を招くコンテンツがあったためにアカウントを停止いたしましたというふうな理由が書かれていました。でね、まずこのスパムって何なんだって話なんですけど、一応ウィキ参照でいきますと、まあ、ここに書いてるようにね、まあ、この受信者、まあ、皆様ですね、皆様 の、 意思を無視して、意向を無視した、まあ、メッセージとか、まあ、そういったもの、まあ、特にこのスパムではないかもしれないんですけれども、例えば他のサイトに誘導させるような動画とかですね、まあ、そういったものをコミュニティガイドラインといって YouTube の中のこの規則の中では禁じてたりするんですけれども、まあ、そういったところとはまた違うかもしれない、まあ、とりあえずスパムというものはそういうものなんですね。でこのスパムっていうところに心当たりは特になくですね、誘導したことも特にないですし、まあ、ゲーム中心 の、 そもそものこのチャンネルですんでね、まあ、ちょっと違うんじゃないかなと。ということは誤解を招くコンテンツの方なのかなと私は思ったわけですよね。そんな時に、実はツイッターで一通の私宛てのツイートが送られてきたんですね。それをちょっと発見して、実はですね、その内容が、T さんの内容なんですけれども、冒頭の下りが誤解を招いたんではないかという話なんですよね。で、冒頭の下りって何なんだってなると思うんですけれども、実は私ですね、はいどうも何々ですという、この一番最初にいつもそんなことを言うんですよ。まあ、ちょけたことを言うんですけれども、そのはいどうもなれないんですが、本当に誤解を招いたんではないか、まあ、いうご意見をいただいたんでね、まあ、ネタとしていただいたんですよね。なんで今回、そこで今回この冒頭の部分、自分が覚えてる限りですね、まあ、もしくはまた違う動画で、ちょっと話したりしたものとかもご紹介していこうと思いますね。まあ、どんなものかというとこんなもんですね。まず第1個目、はいどうもジャスティン・ビーバーですって、これが元祖元祖誤解を招くコンテンツかもしれないですね。あとはですね、カウントダウン TV をご覧の皆様、ラッドウィンプスですなんて言ってみたりとかですね、まあ、福山雅治さんもね、これイベント出た時にも福山雅治ですって言ったりもしましたし、実は私ヴァンパイアでしたみたいな嘘をついたりとかですね、今思いついたんですけれども、どうもデンゼル・ワシントンですみたいなね、こういったところをちょっとついていたりしてたわけですね。で、まあ、こういったことが今まであったのはあったんですけれども、まあ、これが原因ではないであろうと私もまあ考えてみて思いました。では、とりあえずですね、一旦理由がわからないもんで、まあ、この理由も教えてほしいということを一回どっかに連絡しようと思ったんですね。で、まずは、
YouTube Help というページがございます。でその YouTube Help の、アカウント停止っていう欄があるんですね、項目が。このアカウント停止という項目の異議申し立てというところがありましてね、そこにこちらっていうこちらのフォームというところがちょっと字変わってるんですよ。ちょっと一回皆様にご覧いただきましょう、画像が今見えてるかと思います。でその画像の中にですね、ちょっと左の下の方にですね、誤ってアカウントが停止されたと思われる場合はこちらのフォームから異議申し立てを提出することができますという画面があるかと思うんですね。その画面、こちらのフォームのところを押した形跡がありますけれども、それを押したんです。画面戻りましたでしょうか、このそこの押したらね、何をじゃあ書かなあかんか言うたらアドレスで、あとチャンネルの URL、 なんかチャンネルの停止について言うからね。であと、いろんな連絡用のアドレス、そもそも Google のメールが使えなくて、あのヘルプとして言ってるかもしれないんで、その連絡がつくメールアドレスなんかいうのを書いたりするところがありました。で、とりあえずそれを送ってみたんです。このクリックしてね、詳細を書き込んで送ったものの、返ってきたメールがこちらです。はい、ちょっと読み上げさせていただきたいと思うんですけれども、こちらからですね、ご連絡いただき、ありがとうございます。ご利用のアカウントはアクティブですのでログインが可能です。でここですね、引き続きアカウントにログインできない場合は正しい組み合わせでユーザー名とパスワードを使用していることをご確認ください。 YouTube チームって書いてあって、全く的外れというかですね、私もしかしたらこの時点でちょうど復活したんじゃないかと思いまして確認してみたんですよ、自分のチャンネルを。すると、確認してみたところ確認してもやっぱ復活はしてないってことは、なんかまた別のことに言ってるんじゃないかと、ちょっとね疑問点もあるんですよ。ここに YouTube チームって書いてるわけですから、例えば Google のね、何かこう一つの要素がダメだったという、使えるとかダメだったっていう場合でここに問い合わせるとしても、YouTube の URL を書き込む必要はないわけじゃないですか、こちらのフォームにね。だからこれが返ってきて、しかも YouTube チームって書いてるってことは問い合わせる先としては間違ってないんじゃないかと思ってるんですけれども、とりあえずね返信してみたんですよ、このメールに宛てに。ちょっといやそんな感じじゃないんですと、復活もしてないしということを送ってみたんですけれども、結局返信も連絡も来ませんでした。もちろんねパスワードも変更してみたんですけれども、これも無意味でしてですね。で、YouTube のアカウントって1回作ったらその IP アドレスからは何個も作れないみたいで、もう1回停止されたらもう作れないんですよね。なんかログインもクソも何もないっていうか、パスワード関係もう変更することとかも関係ないんですよ、ほぼね。で、もう無理だなと私は思ってたんですけれども、ちょっともう1回ね画像を皆さんご覧いただきたいんですよ。はい、では画像を見ていただいてると思うんですけれども、その画像のですね、先ほど見ていただいたこちらのフォームとかではなく、めっちゃ右上見てもらったらサポートへのお問い合わせっていう、そういうところがあるのちょっと分かりますか。実はあそこにもまたお問い合わせ、別の問い合わせがあったみたいなんですね。で、画面戻りましたでしょうか。こちら、サポートのへのお問い合わせというところからなんですけれども、それをしてみるところから、ここからはですね、時系列でご紹介していきたいと思います。まずはですね、まず1番、これ1回送ってみました。あのフォームに送ることはもう先ほどのやつと一緒です。全く同じようなことを送りました。で、次すぐにとりあえず確認のメールが入ってきます。これ自動返信メールで、チャンネル URL と、サポートを必要としている動画が聞かれるんですよ。で、サポートを必要としている動画って何なんだって話なんですけど、そもそも YouTube のアカウント停止っていうのはプロセスがありまして、1回警告を受けて、2回警告を受けて、3回警告を受けて初めてアカウント停止になるんですね。イエローカードとかレッドカードみたいなもんで、で1回目2回目3回目、それなりに1個段階を経たペナルティが発生していくんですよ。ただ今回私の場合はいきなりレッドカードを出されてしまってアカウント停止されてしまいました。ということで問題がある動画がどうのこうのとかではないわけですね。そもそもそのアカウント自体がもう停止されてしまっているということなんですね。で、とりあえずすぐに連絡が来たんで連絡を返しました。内容を書いてね、そして内容を書いて返信したところ、1日経ってからメールが返ってきました。ここ中1日ね。で、これがねここにも書いてるんですけれども、定型文なんですよ明らかに。ただめっちゃ人っぽい感じのメッセージなんですね、なんか文章が。で、最後にも名前がついてたんです。で、サポートチームの方はとりあえず名前を書くんだということがそこで分かったわけですね。で、そこで私は
どんなことが書いてあったかっていうと、再審査っていうわけじゃないんですけど、一回確認してみますというような連絡がここで入ってきました。それ4番ね。でそこから1日空いて5番、全く同じ方から、再審査の結果と復元のお知らせが入りました。この再審査の結果と復元というか、まあ、あの再審査した結果、問題がございませんでしたので復元いたしましたという、まあ、そういった内容のメールが入ったんですね。で、あのここの間隔が1日1日ってめっちゃ早いんですよね、実はね、確認がね。であのそれと同じくして英語のメールも来ました。その英語のメールも同じです。再確認したところ問題はなかったので、まあ、それでも入れないようであればパスワードを変えてくださいとか、なんかパスワード確認してくださいみたいな、そんなメールが英語で送られてきました。なんで消された理由とかははっきり分かりません。ただ何かの際にあの引っかかって、私のアカウントがですね、で、間違って、そのアカウント停止されてしまったんだというふうにここで解釈できたわけですね。で、まあ、結果として私が思った言葉なんですけれども、先ほどの画像の YouTube のお問い合わせのところなんですけれども、 YouTube チームってここに書いてたあの文章は、まあ全く見当外れというか、もう本当機械的な返信なんですね。人間が売ってるっていう感じはしないんですけれども、このサポートチームというところに問い合わせることによってなんとか復元できたということですね。だからもし今自分のあのアカウントが停止されてですね、問い合わせ先に困っていると同じような文章しか返ってこないという場合がありましたらですね、まあ、一度こちらに問い合わせてみてもいいんではないかというふうに思うわけですね。でまた、まあ今回このような YouTube のアカウント停止って初めての経験をいたしましてですね、まあ本当は作り直そうとも思ってたんですけれども、まあ、そこで私が感じたものというか得たもの、もしくは経験したことをですね、まあ、そういったのをご紹介していこうと思います。まあ、まずはこれですね、まあ、こういったことによってとりあえずまあ1番ね、チャンネル登録者数がまあ大幅ダウンいたしましたね。まあ、あの数百人の単位でどうしても減ってしまうと思います。まあ、そもそもアカウントが停止しましたというお知らせもしたものでですね、ならばまあ作り直してから入ろうという方もいらっしゃったのかと思うんですね。ではまあ今回の場合はあの1日1日と、まあ、中 2日ぐらいでね、あの対応していただけたんで、その点あの減る、登録者数の方々の数はなんかものすごく今日本語が下手くそになってますけれども、あの少なかったのかとは思いますけどね、その点感謝してましたけどね。でまあ2つ目ですね、風邪をひきましたね。まあ、あのこの2つ目、風邪ひきました、まあ、完全にあの不摂生ですね、不摂生から来る喉の炎症により風邪をひいてしまうという、まあ、扁桃腺大荒れということですね、コメント欄ではなくですね、今回は珍しく扁桃腺が大荒れでしたということですね。そして最後は3番を飛ばして、4番ですね、実は動画作り間に合ってなくてちょっと焦ってたっていう、なんで実はちょっと若干ホッとしたところもある。まあ、今回あの YouTube が停止したということでですね、私も一回あの動画制作を止めてわけですよね。で、まあ、この動画によって、まあ、復活というかまた更新を再開していくことになったわけなんですけれども、まあ、あのもし今皆様こうやってね、一生懸命毎日動画投稿されたりされる方がね、まあ、こういう今現状に置かれていたんであれば、ぜひ何か参考にしていただきたいなというふうに思いましたね。いやー、なんとか最後まで、進行できましたけれども、ご清聴どうもありがとうございました。